マスマインライト、今回のテーマは自然対数の図形的意味です。自然対数の定義は極限を用いた定義式で習います。その式が何を意味しているのか分かりづらいですね。そんなネイピア数の意味を視覚的に表現することを考えてみましょう。自然対数の定義は次の極限値で与えられます。ここで h イコール n 分の1とすると、次のようにも書き換えることができます。ここで n の値をどんどんと大きくしていくと、次のように一定の値に収束していきます。この数をネイピア数と言いました。しかしこの値が何を意味するのかを疑問に思う人も多いのではないでしょうか。今 fx イコールログ ax 乗の点10における接線の傾きを考えてみましょう。次の動画は a の値を変化させて10における接線の傾き m を表示させたものです。ログ ax のグラフの x1 における微分係数は次の式で与えられます。この値が1になるときの a の値を e と置くと、次の式よりネイピア数の定義式が姿を現します。つまり e の値は対数関数 y イコールログ ax 乗の点10における接線の傾きが1となるような定 a の値を表していたのです。対数関数 y イコールログ ax のグラフは少し馴染みが薄いところがあります。そこで y イコールログ ax の逆関数 y イコール a の x 乗のグラフを考えてみましょう。次の動画は fx イコールログ ax のグラフとその逆関数 gx イコール a の x 乗のグラフを同時に描画して a の値を変化させグラフの様子を見たものです。先ほど fx イコールログ ax 乗の点10における接線の傾きが1となるときの a の値と定義しました。同じことが gx イコール a の x 乗の点01の接線の傾きにも言えます。gx イコール a の x 乗のグラフ上の点01における微分係数は次のように与えられます。この値が1になるときの a の値を e と置くと、次の関係式が得られます。これもネイピア数 e の定義式となるのです。ネイピア数 e は図形的に言うと、対数関数 y イコールログ ax 乗の点10における接線の傾きが1となるような a の値であり、指数関数 y イコール a の x 乗の点01における接線の傾きが1となるような a の値であることが分かりました。これを用いてもう少し違った図形表示を考えましょう。指数関数 y イコール a の x 乗の点 sa の s 乗における接線の傾きを考えましょう。ただし x の値 s は整数値を取るとします。その点における接線の方程式を求めてみましょう。微分すると次のようになります。よって接線の方程式は次のように与えられます。下の図で黄色い三角形の斜辺にあたるのが接線となります。a の値を変化させて接線を動かしてみましょう。直角三角形が離れていったり重なり合ったりします。では、この直角三角形が離れもせず、また重なりもせず、ぴったりと収まるときを考えてみましょう。それは、接線と x 軸との交点が s-1 となるときなので、次のように接線と x 軸との交点の座標が s-1 となるときを考えます。この方程式を解くと、a イコール e であることがわかります。つまり直角三角形がぴったりと整列するときの定の値が
ネイピア数となるのです。ここで x イコール s における直角三角形は底辺が1で高さが e の s 乗の直角三角形なので傾きは e の s 乗となります。接線の傾きは微分係数を表すので e の x 乗は何度微分しても e の x 乗であることもわかります。この講座で扱った内容は次の書籍に載っています。Amazon で購入することができるので、ぜひご購入よろしくお願いします。次回のテーマは円錐曲線です。円錐を平面で切ったとき、その切り口に現れる曲線は円錐曲線と呼ばれています。円錐曲線の形は円錐とそれを切り取る平面の位置関係によって変わります。そんな円錐曲線について考えてみましょう。それでは次回またお会いしましょう。